弁護士会プレゼンツ、隣のベンさん。ベンさんは大阪弁護士会に所属する弁護士さん。でも私にとっては頼れるお隣さん。さて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう。大阪弁護士会プレゼンツ、隣のベンさん。この番組は任せとき弁護士の力、すべての町にすべての人に、大阪弁護士会がお送りします。皆さんこんばんは、 MBS アナウンサーの西村あさこです。もし皆さんが職場で社内の不正行為を見つけてしまったらどうします？今日はそんなお話です。大阪弁護士会公益通報者支援委員会などに所属、林直美弁護士です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。それ悩みますよね、うん、もし自分が働く会社に何か不正なことがあって見つけてしまったら、自分だったら誰に知らせるだろうってちょっと考えたんですよ、うん、でまず私は同期のえっちゃんに相談するかしらとか、よく悩みを優しく聞いてくれる松川先輩に言うかなとか思ったんですけど、あれどこに言えばいいんだろうっていうのが分かってなくて、うん、やっぱりそういう社内の通報する窓口っていうのはあるものですよね。はい、そうなんです。公益通報を受け付ける窓口っていうのがありまして、はい、そこに相談していただくといいです。そうなんですか、はい、私恥ずかしい話全然分かってなくって、やっぱりそういった窓口を作らなくちゃいけないよっていうのはもう会社の義務なんですか？そうなんですよ。法律が改正されまして。お、いつ？去年の6月1日からです。はい、去年の6月に改正されてもう施行されてるんですね。はい、はい、従業員の方が300人超いる会社については、その相談窓口を設置して内部通報制度っていうのを整備しなきゃいけないということになってます。リスナーの皆さんも多分思ってると思うんですよ。実際、あ、これはじゃあその窓口に言いに行かなきゃって思った時によぎるのは、まず最初に自分が言ったことがバレてしまったらどうしようって絶対思うと思うんですよ。これはそれは大丈夫なんです。窓口の人はそういうことに従事する人っていうことで従事者って呼ばれてるんですが、はい、携わる人ですよね、はい、その方は守秘義務を負ってるということになっていて、うん、他の人に言ってはいけないと。いやでも結構うちの会社おしゃべりな人多いわなんて会社も多いと思うんですけど、うん、はい、いや、まあ、守秘義務があるだけではなくて、うん、今回の改正で罰則もついたんですね、はい、20万以上の罰則がつきましたので、はい、やっぱり罰則あるんだったらちょっと守秘義務を守らなきゃってなりますよね。へー、じゃあやっぱり各会社その窓口にいる人っていうのは守秘義務を守れる人でついてくれてるということ。そうですね、まあ、共有する範囲っていうのを決められているので、はい、情報はこの人たちだけで共有しましょうねっていうふうになってます。匿名で通報ってできたりするんですか？内部通報とか。あ、はい、匿名での通報も可能です。匿名で通報した場合に、うん、その人にどうやって連絡を取っていいかわからないですよね、ええ、そうするとちょっとこのあたりの話を具体的に聞きたいですっていうことができなくなっちゃうので、うんうん、結局調査されないっていうことになりかねないです。じゃあやっぱり真剣にちょっともうちょっと調べてほしい、取り組んでほしいと思ったら、まあ、名前も言って、でもそれは守秘義務があるからちゃんと秘密にしてねっていう形にする方が良さそう、うん、そうですね。本当に通報したいのであれば、うん、そういうやり方でやった方がいいです、うん、でも言ったことで例えばちょっと何かデメリットがあるんじゃないかしらって思うと思うんです、うん、それは、うん、それについても不利益な取り扱いをしてはいけないっていうふうに法律では決まっているので、はいはい、なので例えば降格人事されるとかね、うんうん、そういうことはダメですよっていうことにはなってます、うん、もしですよ、じゃあその窓口の人が悪い人でその人自身が悪いことをしているのを見てしまったとかだったら言いにくいって思っちゃうんですよね。その場合は窓口も2つありまして、ええ、会社の中にあるものと外部に委託している場合があるんですよ、はい、まあ、それは弁護士の事務所だったり委託業者だったりするんですけれども、そういうところに
行って相談していただくということが可能です。じゃあ困った時に必ずその社内の窓口だけっていうわけではないっていうことですね。はい。例えば他にどんな手段があるんですか？他に手段っていうと、今のは内部と外部っていう、はい、あの会社の中での仕組みなんですけれども、はい、そうではなくて、あのその所管する行政機関ですね、まあ、国交省とか、はい、厚労省とかそういうところに、まあ、通報するっていうことができます。でさらにこのマスコミだったり、はい、国会議員さんだったり、そういうところにも通報できます。あの消費者団体とか。初めから一気に行くのはちょっとなんかハードルが高いなと思ってしまうんですけどね。そうですよね、うん、やっぱりあの基本的には事業者の内部で、うん、あの自浄作用っていうのをあの働かせようっていう目的もありますので、内部に対する通報については、うん、要件が結構緩やかなんですね、うん、だけど行政に行きますってなるとちょっと厳しい要件がプラスされます。要件というのは例えばどんな要件があるんですか？保護される要件として真実相当性っていうものが必要になるんですね。あ、そう、嘘を800並べてこんな悪いことがあるんだって言っちゃダメだよ、うん、ということです。そういうことなんです。まあ、もちろん、まあ、本来ダメですけどね、うん、まあまあ客観的になんか証拠があって、うん、こう本当らしいというようなことが立証できないと保護されないっていうことになります、うん、そうなんです、はい、いくつか要件が違ってくるんですね。そうなんですね。そうなんだ。でも勇気いるだろうなと思うんですよ。例えばね、うん、私自身で考えたリスナーの皆さんもそうですけど、内部通報したことで自分が勤めている会社がもしかしたら倒産しちゃうとか、うん、傾いちゃうってことになったらどうしよう、仕事なくなるじゃないって思うんですよ、うん、そういったことはどう思われます？そうですよね。そうならないためにやっぱりこう正しく会社を回していきましょうっていう制度ですので、うん、そうか、うん、ねえ、勇気いりますね。はい、もう勇気を持ってあの言う人っていうのがやっぱり通報されてますんでね。うん、林弁さんが実際に担当した裁判でこんな例があったよっていうのはあります？あの私が実際やった話ではなくて、まあ、当事者の方にお話聞いたんですけれども、直属の上司に、うん、まあ、こんな不正があるよと、あ、ここまずは言いやすい直属の上司に言った、うん、まあ、言わなきゃいけないと思ったんですね、上司に、はい、すぐ上に言わないといけないと思ったんで言ったところ、うん、もう次の日には全部あの情報が回っていて社内に、はい、で所属も変わってしまい、もう一人だけの課にされ、一人だけの課、はい、こう意味のない作業をね、朝から晩までずっと一人だけで、はい、そんなこともあったんですか？そうなんです。そういうこともあって、まあ、その人の場合は裁判をされたので、はい、一応、まあ、損害賠償請求認められて、お金もいくばっかもらって、はい、っていうことはありましたけれども。その例の場合はその人は会社を辞めた？辞めてない？ない。辞めてない。もうその方は、はい、会社が大好きなんです、うんうんうん、この会社が大好きで、こんな不正をしているのはけしからんと、なんとかしてほしいと思って上司に言ったのに、ね、その上司はお前の言ってることがけしからんと。はあ、なんと、うん、そうなんですか、うん、ま、でもこれは法律が制定される前の話だったりしますので、はい、ええ、じゃあその今法律が制定された今、同じような状況が起こってしまったらそれはもう大変ですよね。そうですね。そうなった時に、うん、この後継通報っていうのがその要件整ってるかどうかっていうことをまた一つ一つ確認していかなくてはいけないので、うんうん、そこがまた難しい話にはなってきます。いやー、なかなか難しいけれども、その内部の自浄作用を促すという意味では、うん、そのいい方向に転がってくれるといいですもんね。そうなんですよね、うんうん、今後どういうふうにこう使われていくとか、うん、もっとこう改善されるとかお考えですか？うん、そうですね、今またあの不正なちょっと事件がいろいろ起きてますので、うん、まあ、そういうところであの今の法律で足りてない部分ですね、保護される人をもうちょっと広げた方がいいんじゃないかっていうところとか、他あのもし守ってない場合にあの会社に対する制裁っていうのがないんですね、うん、不利益な取り扱いをした時に罰則がないので、うん、まあ、そういうところにも罰則つけるであるとか、まあ、違反した時にあの、まあ、ちょっとこれはあれな、懲罰的賠償っていう考え方もあって
って、あの普通の損害の倍請求できるとかっていう制度を取り入れたらどうかっていうような話もあります。じゃあまだこれからもちょっとより良い方向に動く可能性があるなとお感じということなんですね。はい、なかなか勇気のいる難しいなと思っていた内部通報なんですけれども、実際にまあ直面した時は、ね、考えなきゃいけないことだし、リスナーの皆さんももしかしたら抱えてらっしゃるかもしれないから、まずは自分の会社にそういった窓口があるかというのを確認してみてというとこですよね。そうですね、うん、なければそれこそ困った時はベンさんって行かないとダメですよね。そうですね、うん、その困った時はこれどうしましょう、通報した方がいいですかっていうような相談をしていただけたらと思います。あ、そうか、はい、そうですよね、通報するべきかどうかまずわからないですもんね、うん、それをベンさんに相談してみるっていうのもいいっていうことですね。そうですね、だからその内部の話なので、そういう情報っていうのが確実なのかどうか、うん、まあ、証拠があるかどうかなんですけれども、うんうん、そうやって見ましたとか聞きましたっていうのは、はい、うん、証拠としてあまり重たくないと言いますか。そっか、はい、言った言わないになっちゃうってことですね。そうなんです。なのでできれば私たちは文章を見てみたいとか、はい、写真を見てみたいとか、うん、そういう客観的な情報が欲しいんですね、うん、そういうのはありますかっていうことをお聞きします。その証拠っていうのを勝手にコピーしたりして持って帰っちゃうと、それは窃盗罪になっちゃうので、危ない危ない、危ない。なのでそういうことはしないでいただきたいんですけど、ね、そうですね、だからまずは相談してみるだけでいいかもしれませんね。そうですね、はい、なるほど、いろいろありますね。今週は内部通報についていろいろ伺ってまいりましたけど、来週も引き続き林弁さんにお話を伺います。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで大阪弁護士会からのお知らせです。大阪弁護士会遺言相続センターでは11月15日水曜日の午後1時から午後4時30分にいい遺言の日行事として遺言相続何でも無料相談会講演会を行います。弁護士の講演会後、講演会にご参加の方を対象に遺言相続に関する法律問題全般について無料法律相談会を行います。講演会のご参加には事前予約が必要となりますので、詳しくは大阪弁護士会のホームページをご確認ください。以上、大阪弁護士会からのお知らせでした。番組ではメールや街頭インタビューで弁さんのイメージ、弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしています。あなたも一票投票しませんか？詳しくは番組ホームページをご覧ください。それではまた来週。大阪弁護士会プレゼンツ、隣の弁さん。この番組は、任せとき、弁護士の力、すべての町に、すべての人に。大阪弁護士会がお送りしました。